どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は10月最後ということで、もう10月お疲れ様ということで、旅行に行ってきます。はい、羽を広げていきます。じゃあ早速行きます。いやー、雲一つない最高にいいお天気でありがたいです。北千住の方にまずは向かいます。いやー、気持ちがいいですね。なんかめちゃくちゃ天気がいいって、ポカポカ陽気です。風は冷たいし太陽は暖かいっていう感じなので、いやー、よかった。今日はなんかいい旅になりそうです。ふう、ということで、はい、北千住に着きました。ちょっと動くと暑いですね。しかもこの通気性ゼロのシャツのおかげで余計暑さを感じるっていう。で、今から彼女と合流をして特急に乗って鬼怒川に向かいます。で、30分前に到着しているので、まあ、遅刻はないだろうということで、はい、もうちょっとプラプラ北千住をプラプラしながら時間を潰します。はい、いい感じで待ち合わせ時間になりましたので、今から待ち合わせ場所に向かいます。って言ってもちょっと今鼻毛が出てるので若干ちょっと心配なんですけど。じゃあ合流できましたので今から特急乗ります。よし、これ乗ります。いや、今から旅が始まります。で、今から鬼怒川温泉にちょっと降りて、宿が鬼怒川公園駅っていうところにあるので、ちょっと一旦電車のなんかまた普通の電車に乗り換えます。はい、着きました。なんか電車間違えたみたいなんでちょっと移動します。まさかのホーム乗り間違えで電車が行ってしまって、次電車が来るのが1時間後なので、ちょっと駅降りてタクシー捕まえて、そこから宿行きます。4亀地車。やっぱタクシーは楽ね。楽ねってのはちょっとおねっぽうだ。4亀地車。日中あったかったんですけどね。あ、そうなんですか。急に寒くなりました。急やってっとダメだわ。あー、おはようございます。はい、よいしょ。はい、宿到着です。じゃあ入ります。はい、と、あ、広い広い広いめちゃくちゃ広い。で、こっちにベッドルームで入れると、おいい眺めですよ。すごい廃墟感が否めないんですけど、あ、でも眺めいいですね。で、まずこっちが節電感マックス。え、これ多分普通にそこら辺パッて取って盗めちゃう気もしますけど、まあそんなことはしませんけど、これ無駄にかっこいい。おお、眺めいい。夕方来て、ちょっと若干曇り気味で雨がこれからちょっと降るかもしれないんで、じゃあちょっと暗くなる前に外探検しに行きましょう。はい、あ、いえいえ。おー、紅葉してる。あ、ちょっと寒い。で、ここからそうだよ、匠公園に降りていきましょう。よし。おー、おー、結構下まで降りる感じ。うん、あそこだ、あそこだ。あそこです、じゃあ行きましょう。吊り橋に来ました。わ、いい感じで紅葉してます。うわ、眺め最高です。ちなみに僕たちが泊まっているのはこれです。なかなかなデザインしてます。
濡れてる。わあ楽しいです。普通に鬼怒川温泉いいっすね。あ、でもこっちが、うわここ廃墟です全部。あーなるほど、こういう感じになってるんですね。橋を渡ってちょっとあの公園行ってみます。この寂れた雰囲気、まあ好きな人は好きだと思います。おー来ました。まあ誰もいないですよね。暗くなったので、旅館に戻ってもうちょっと旅館探検できたりとか、あと温泉入ったりしましょう。ちょっと本当に寒くなってきました今から温泉入って温まります。あー気持ちよかったです。入ってきました。じゃあ今から、ここに出前があったみたいなんで、市富士さんっていうところで出前があったみたいなんで、これ出前取って、はい、今から食べます。あー来たうん、うまそう。いきます。まっ、肉硬いけどでもうまい。じゃあお茶漬けいただきます。癒される。はい、ということで、ご飯も食べましたし、ゆっくりしてしましたし、眠くなったのでそろそろ寝ます。で、明日はまた、なんかこの旅館の周りにある公園とか、なんかそういった施設をちょっと探検できたらななんていうふうに思いますので、そこでスキル空間があったら皆さんにシェアさせてもらいます。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりましたって言ってももう午前9時で、あと1時間ぐらいしたらチェックアウトをしないといけないので、今から準備して早速外に行って、この近くにある鬼怒川公園っていう、まあちょっとすっきりしてるかどうかわかんないですけど、そこのポイントに行ってみたいと思います。こっちか。立ち入り禁止って治安悪いな。めちゃくちゃいい雰囲気、涼しいです。これは何でしょう、これ何でしょう。あ、噴水ですか、ここ。うわ、池が、水がない。あ、でも紅葉すごい綺麗です。じゃあそこ行ってみましょう。おお、ステージみたいなのがあります。ちょっと何もなさすぎてスッキリ空間というか寂しいちょっと空間ですけど、わあ、いい天気。持ってきて。おお。おお、登ってみます。すごいステージ。おお。めちゃくちゃすっきり空間、最高です。いやー、やっぱ気持ちいいですね。あ、こっちか。いやー、やっぱ気持ちいいですね、鬼怒川温泉は。鬼怒川サイダー、そう。いただきます。うまっ。でもちゃんと味の、リンゴの味が
してます。炭酸効いててうまっ。いや気持ちいいですね。じゃあ今からもうちょっと歩いて、鬼怒川温泉の方に歩いて行って、でそこで、多分昼食前ぐらいになるので、昼食前ってなんだろう、ランチ前ぐらいの時間に着くと思うので、そこからちょっと昼食食べたいと思います。じゃあ今からここでランチをしたいと思います。はい、はい、あ、じゃあチョコ。肉超やわかい、うまっ。あー、ごちそうでした。よし、じゃあ、4時ぐらいになる、3時ぐらいになったので、じゃあもう電車に乗って、東京戻ります。ちょっと待って、おー、熱っ熱っ、でも気持ちいいっす。